サファイア祭り始まってます。第2弾行ってみたいと思います。カシミールは本当たくさんの方ご参加いただいてありがとうございました。続いてはですね、カシミールじゃなくて、カボッションですね。カボッション特集になります。基本ブルー系なんですけれども、まあ、中には面白い色があったり、よく見ると1個ずつ違いますので、こちらの特集1個ずつ、ご覧ください。こちらは全てですね、社長ことデンちゃんとですね、その奥さん、カボション専門のカッターが仕上げてくれた、10品になります。はい、それではいろいろ、1個ずついってみたいと思います。はい、まずはベアシェイプの 0.49、上からですね、自然光、真ん中が顕微鏡で、下がですね、回転になってます。回転がまあ一番こうパッと見の色になるんですけども、自然光やですね、この顕微鏡もご参考にしていただきながら選んでいただけたらと思います。でこのペアシェイプ、あの独特のグリーン味がなんとも渋くて面白い色になりますね。結構いい色してますんで、ご覧いただけたらと思います。はい、で続いて非加熱の 0.70、 この中で一番こうブルーという感じをはっきりと感じられるタイプかなと思いますね。オーソドックスなオーバルのカボションですけども、この濃いながらもですね、ちょっと綺麗なブルーを感じられるタイプになると思います。はい、で続いてが 0.74、こちらはクッション型顕微鏡をご覧いただくとお分かりのように、縞模様が入っているタイプになりますね。グリーンというかブルーのラインがですね、こう横に走るというか、なかなかこれも面白い感じになります。はい、でクッションのペアシェイプ、クッションのカボション、だからなかなか面白い感じですね。はい、で続いてが 0.84 のですね、オーバルの濃いタイプのブルーですね。こちらと次のですね 0.896、 次に、はい、入りましたね。こちらはもうパッと見似たような感じになるんですけども、この896の方がですね、こうよく見ると顕微鏡なんかで見るとグリーンが少しこう入ってるんですね、角度でね。だからその辺の違いが面白いかなと思います。はい、でこちらは 0.92、もうお分かりのようにかなり、グリーン味が強いですね。パーティー感のある、ものになりますね。はい、ですのでこれは結構角度によってですね、青の濃さ、グリーンの濃さが変わってくるので、結構いろんな角度で楽しめるかなと思います。でさらに、パーティー感が強いのがこの 1.03 ですね。ここからがキャラアップになっていきますけれども、これはもう一目でこの色ムラ感が、色ムラ感の面白さが感じられるものになると思います。はい、もう部分によってはもう黄色っぽく見えてるところがあると思いますけど、まあ、これがですね、いろいろこうぐるぐる回すといろいろと影響を与えてくれるんで面白いかなと思いますね。はい、で続いてがペアシェイプの 1.17、 これもあれですね、パッと見は本当にダークブルーなんですけど、顕微鏡なんかで見るとかなりグリーンが潜んでますね。はい、ですのでこうボックスに入った状態で見た時と、一番上の映像のように、自然光に当てながら見た時、さらに顕微鏡のように光を当てた時に、もうかなりこれ色は変わってくると思いますので、なかなか味のある一石ですね。はい、で続いてオーバルの 1.2 キャラ、これもなかなかいいブルーしてます。インディゴブルーみたいな感じですね。で大きさもあってですけど、これは正直言って端の方にちょっとだけですね、取りきれない表出があるので、まあその分
文字にも出てますけどアウトレット価格でご紹介したいかなと思います。これなかなかおすすめですね。はい、で、最後が 1.6 キャラのですねクッション型のカボションで、これボリュームがあります。かなり深いブルーを感じられるかなと思いますね。はい、それぞれ、よく見ると個性がはっきりとありますので、一つ一つ面白いものになります。一個ずつですね、サファイア月間オリジナルの特価で、ご紹介してみたいと思いますので、ぜひとも お選びいただけたらと思います。はい、以上です。よろしくお願いいたします。